マジコンヌ、どうしてあなたがここに。フィナンシェ、残念だよ。まさか貴様が裏切り者だったとはな。私が使えるのはホワイトハート様ただ一人。まがい者のあなたに使える気などありません。大した忠誠心だ。だが今回はその忠誠心が仇となったようだな。まさかあの情報はあなたが。教会にスパイがいることは分かっていた。だからこそそれを利用して嘘の情報を流させてもらったのだ。そんな。個人的にお前は気に入っていたのだが、残念だよ。所詮貴様らレジスタンスなど烏合の衆、死をもって私に歯向かった報いを受けるがいい。何がおかしい。何、少し追い詰めたくらいで勝利を確信している貴様がおかしくてな。何が言いたい。コンベルサシオン、いやマジェコンヌ、切り札は最後まで取っておくものだよ。切り札だと。ふん、バカバカしい。貴様ら程度の切り札などラステーションから手に入れた鋼鉄の軍勢でひねりつぶしてやるわ。アニシャ、まさかあれを。なあ、この状況ではやむを得ん。マジェコンヌよ、我ら兄弟を貴様、いやあなた様の仲間にしてほしい。ん？はあ？な何を言ってるんですか、この変態兄弟は。気でも狂ったか。強き者につくことこそ勝者の摂理さ。レジスタンスも悪くはなかったが、こうも劣勢となってしまっては付き合う道理はなくなったのだ。よって寝返らせてもらおう。ブラン様より胸もあることだしね。面白い連中だ。強き者に服従を誓うとは、人間にも面白い奴がいたものだ。いいだろう、仲間にしてやろう。ありがたきお言葉。たとえこの身が朽ちようと、あなたの胸のために。ちょっとそこの変態兄弟、正気ですか。あなたたちのブラン様への信仰心はどうしてしまったんですか。我ら兄弟の信仰心は胸の大きさに比例する。よって胸の薄い、いや胸のないブラン様への信仰心はないに等しいのさ。キッ、誰の胸がないだとから。ブラン様、待たせたわね、フィナンシェ。お待たせしましたわ。ほう、まさか生きて帰ってこれたとはな。つくづく運のいいやつだ。こいつがこの一件の黒幕か。にしても相変わらずどこかで見たことのある顔だな。見たところボロボロのようではないか。ネプテューヌもろとも貴様らも葬って。おい、ネプテューヌはどうした。ネプネプです。ネプネプならここに。あれ、ネプネプはどこです。さっきまで一緒にいたわよね。わかったぞ。私におじけづいて逃げたのだな。コンパ、私思うんだけど。なんです、アイちゃん。この人、すごくおめでたい頭してない？
愛ちゃん、そういうのは本人の聞こえるところで言っちゃダメですよ。丸聞こえだぞ貴様ら。誰がおめでたい頭だ。へい、あれ、急に BGM が止まったですよ。一体何が起こっている。一つ人の世もゲームの道に魂込めた一人の女神が今日も行く。この声は。二つ、不埒な悪行違法コピー。三つ、醜い浮世のおばさんを退治してくれよネプテューヌ。ち、あんたは何してんのよ。ひどいよ。せっかく人がかっこよく登場したってのに。あんたね、今はふざけてる状況じゃないのよ。少しはおとなしくしてなさい。ちぇ、せっかくここに来るまで一生懸命考えたのに。ピンチな状況だからこそかっこよく登場した方が盛り上がると思ったんだけどな。あんたはとりあえず変身しなさい。なんで？このままあんたが喋ってると緊張感も何もなくなって話が進まないの。もうしょうがないな。よっと。愛ちゃん、改めてこの姿になって思ったのだけれど。何？さっきの名乗り、こっちの姿の方がかっこよかったんじゃないかしら。ネプネプは変身してもネプネプですね。貴様一人がどう登場したところで、この状況の何が変えられるというのだ。まあこちらとしては貴様を探す手間が省けたがな。手間が省けたのはこちらもよ。ここであなたとその兵器たちをまとめて倒させてもらうわ。そうですわね。せっかくですし、私もこの場を借りて。リーンボックスでの借りを返させていただきますわ。イナンシェ、ブラン様、あとは私に任せて。あなたはよくやったわ。マジェコンヌ、今度こそてめえをぶっ飛ばしてやる。そこの変態兄弟と一緒にな。威勢はいいようだが、果たして私に触れることができるかな。ターゲット捕捉、ターゲット捕捉。またポンコツどもの相手かよ。私の全身全霊をもってお相手して差し上げます。セイセイ、相手は誰？やあ、そこ確実に仕留める。怪我の治療は任せるです。行くです。痛いの行きますよ。覚悟はよろしいかしら。セイ、覚悟くらいなさい。怪我の治療は任せるです。行くです。痛いです。
は誰？決めさせてもらうわ。遅い！ブレイズブレイク！これ以上好きにはさせませんわ。消えなさい！患者さんはどこですか？遅い！食らいなさい！決めさせてもらうわ。余裕ね。聞きませんわ。怪我の治療は任せるです。壊し、レベルアップ。ほう、さすがに戦い慣れているだけはあるな。あいにくあなたのおかげでね。まだ余裕があるようだな。ならばサービスしてやろう。それはどうして？あなたがエネミーディスクを。何を驚いている。このディスクは私が作り出したものだ。作った本人が持っていても不思議ではないだろう。じゃあゲーム業界にモンスターさんが現れたのって。ああ、私のせいだな。だと？落ち着きなさい、ブラン。なんでだよ。こいつのせいでゲーム業界がこんな風になってんだぞ。てめえは何とも思わねえのかよ。私だって許せませんわ。ですが、ここで我を見失うことは彼女の思うツボですわ。白の女神よ、ここは緑の女神の言う通りだ。相手の口車に乗ってはいけない。じゃあどうしろってんだよ。逃げますわ。逃げるだと？敵は目の前にいるんだぞ。多勢に無勢、それに加えてこちらは満身創痍。逃げる以外選択肢はありませんわ。見捨てろってのか、レジスタンスの連中を。そうは言っていませんわ。むしろこれからは彼らを逃がすための戦いをすべきですわ。ブラン、分かってる。悔しいが今はこれしかねえんだろ。フィナンシェ、そういうことだから逃げて。私たちが敵を抑えるわ。レジスタンスの皆様はリーンボックスへ。わかりました。簡単に逃すものか。行け、モンスターよ。何事だ。フィナンシェ、今のうちに逃げろ。あなたたち、貴様ら裏切ったのか。戦場に誤射はつきものでね。アニジャが言っただろう、我ら兄弟は常に勝者の味方だと。勝利者は貴様でもブラン様でもない、ベール様と我ら兄弟だ。あいつら最低ね。少しは見直したんですけど、やっぱり変態さんは変態さんです。ベル、ブラン、あなたたちもフィナンシェと共に行って。ネプトゥーヌ、私に逃げろって言うんじゃねえだろうな。その通りよ。彼らと共にこの大陸を取り戻すのはブラン、あなたなの。だからあなたにもしものことがあってはいけないわ。なんでそこまで言ったはずよ。女神は助け合いだって。それに私たち友達じゃない。ネプテューヌ、悪い、あとは任せた。
ベールも言って、あなたが一緒にいた方がリンボックスに行きやすいはずよ。ですが、そうなってしまってはあなたたちが。大丈夫ですよ、ベール様。ネプコの無茶に付き合うのはこれが初めてじゃありませんからね、コンパ。はいです。ネプネプとはパーティーを組んだ時から一蓮托生です。そういうことなら信じさせてもらいますわ。彼らを避難させ次第すぐ戻ってきますから、それまで待っていてくださいな。約束するわ。私はお前たちに付き合おうではないか。メイジス、いいの？前にも言ったであろう。お前に何かあっては悲しむ奴がいる、と。随分と少なくなったようだが、お前たちだけで私たちを足止めできるとでも思っているのか？もともとはこの三人の旅だったわけだし、あんたと一番最初に出会った時だってなんとかできたんだから、今回もなんとかなるでしょ。おい、IF よ。私を忘れてはいないか？あー、ごめん。つい話の流れ的に。ふん、いいだろう。いつまで強がっていられるか、私に見せてみろ。望むところよ。手加減はしないわ。確実に仕留める。そこ、セイブレイズブレイクで、やられたいの誰？覚悟なさい。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。こんな攻撃、コマンジョさんはどこですか？大打撃です。みこんなの、覚悟なさい。もらった、そうしなさい。これはおまけよ。取っておきなさい。やーっ、やーっ、遅い。怪我の治療は任せるです。行くです。痛いの行きますよ。これが私たちの強さです。紫の女神よ、そろそろ頃合いではないか？そうね、みんな、私たちも逃げるわよ。そう簡単に逃げられると思うなよ。全軍、ネプチューヌたちを追いかけな。もう、なんなのよ、あのモンスターの数は。倒しても倒しても減らないです。けど、なんとか雪岩城にたどり着いたわ。軟弱者が、あのくらいの数を相手に弱音を吐くとは、なんということだ。ネプコ、メイジスが一人でしんがりを務めてくれるそうよ。何？いや、今のは軽い冗談であってだな。助かるわ、メイジス。さすがメイちゃん、狂気の魔術師です。まずい、これは非常にまずい。もしもし、私だ。何？リンボックスで機関の足取りをつかんだだと？ならば急いで向かうとしよう。それでは幸運を祈る。ルクストゥネーベ、イメグの痛みの指数。
というわけで、私も急いでリーンボックスに向かわねばならなくなった。ひどい自演を見た気がするわ。追い詰めたぞ、ネプテューヌ。よもや我が軍勢を振り切ってここまでたどり着くとはな。マザコング、まさかもう追いつかれたっていうの？へい、名前が違うと何度も言っている。だが貴様の減らず口もここまでだ。私自ら貴様にとどめを刺してやろう。その姿は？この姿で貴様を葬った方が兵の士気にもつながるだろう。姿形を変えたところで、所詮それはまがいものよ。本物ではないわ。確かに私は偽物だ。だがな、コピーした女神二人の力を合わせることにより、私はオリジナルをも凌駕した力を手に入れたのだ。そんな。諦めるんだな、ネプテューヌ。安心しろ、貴様の力も私がもらってやる。誰が本物より強いだって？ああ、ブラン！私もいますわよ。お忘れにならないでくださる？ベールも？二人ともどうしてここにいるの？あら、約束したではありませんの。避難させ次第急いで戻ってくるって。ベール、ルウィーのために頑張ってる奴を見過ごすほど、ルウィーの女神は白状じゃねえよ。ブラン、それにてめえが言ってんだろうが、困ってる時こそ女神は助け合いだって。形勢逆転だな。なんだかんだ言って結局最後は全員集合なわけね。これもネプネプの日頃の行いのおかげです。熱い展開です。ふん、雑魚がいくら集まろうと所詮は無駄なあがきだ。マジェコンヌ、あなたの力は私たち女神を上回っているかもしれないけど、私たちは一人で戦っているわけじゃないわ。たとえ一人の力でかなわなくたって、みんなの力であなたを倒してみせるわ。あなたのような輩生かしておくわけには参りませんわ。覚悟！決めさせてもらうわ。確実に仕留める。やろう。そこを跳ねて。この程度かよ。患者さんはどこですか？ゲフェアリヒステルン。ワクワク。覚悟はよろしいかしら？聞かねえぜ。この程度かよ。クレイジーフォーサー。相手は誰？クロスコンビネーション。この程度かよ。聞かねえぜ。ワクワク。お注射の時間です。これ以上好きにはさせませんわ。まとめて貫きなさい、シレットスピア。この野郎、でもテンゼリントラブル大打撃です。私の番ね。遅い。ワクワク。お薬ですよ。準備は整っていますわ。効かねえぜ。食らいなさい。この程度かよ。相手は誰？
おしょりってやろう。おしょり。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。準備は整っていますわ。食らいなさいやろう。テンゼリントラ。私の番だ。この野郎。そこ。やろう。患者さんはどこですか？覚悟はよろしいかしら。聞かねえぜ。せい。聞かねえぜ。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。患者さんはどこですか？この程度かよ。エイフェス。痛いの行きますよ。準備は整っていますわ。やろう。遅い。聞かねえぜ。私の番。私これでも食らいやがれ。相手は誰？聞かねえぜ。遅い。患者さんはどこですか？準備は整っていますわ。せい。聞かねえぜ。怪我の治療は任せるです。この程度かよ。エイフェス。聞かねえぜ。決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ。相手は誰だろうが。覚悟はよろしいかしら。聞かねえ。食らいなさい。覚悟。覚悟。この野郎。食らいなさい。私の番。この野郎。遅い。この程度かよ。ブレイズブレイク。他の治療は任せるです。いつでもテンゼリントランベ。怪我の治療は任せるです。皆さん元気になるです。これ以上好きにはさせませんわ。やろう。覚悟。この程度かよ。これでも食らいやがれ。相手は誰？遅い。そこ。金で。ジャンピング。患者さんはどこですか？この程度かよ。エイフェス。この野郎。超圧縮です。準備は整っていますわ。セイフ。聞かねえぜ。フライセイフワッサー。この野郎。覚悟はよろしいかしら。聞かねえぜ。遅い。逃がしはしませんわ。相手は誰？さあ気合を入れていくわよ。いつでこれでも食らいやがれ。ワクワク。準備は整っていますわ。遅い。金で。覚悟。私の番。やろう。相手は誰だろう。聞きませんわ。皆相手は誰？確実に仕留める。覚悟はよろしいかしら。これでも食らいやがれ。ワクワク。お注射の時間です。これ以上好きにはさせませんわ。この程度かよ。私の番だ。これが私の必殺ネプチューンブレイク。やろう。とどめやろ。このやろ。患者さんはどこですか？トーハルイパンコです。サービスするです。
れるなんて。死ぬかと思ったです。レベルアップです。レベルアップ。なぜだ、なぜ勝てんのだ。女神二人の力を有したこの私が。さすがにタフね。これだけの攻撃を受けてまだ立っているなんて。なら倒れるまでぶん殴ればいいだけの話だ。奪ったもん全部まとめて返すまでな。マジェコンヌ、とどめよ。ルビーを返してもらうわ。へっ、こんな国いくらでも返してやるわ。だがこの力だけは貴様らに奪わせはせん。奪われてなるものか。何をする気。みんな大丈夫。ええ、なんとか大丈夫ですわ。ところでマジェコンヌはどうなったんですの。消えたみたいね。なら私たちの勝ちということか。私たち勝てたんです。勝てた。だがマジェコンヌを逃がしてしまった。けど取り戻すものは取り戻せたわ。今はそれを喜びましょう。そうだな。ありがとう、みんな。おかげでルビーを取り戻すことができたわ。ところで、後始末とか大変でしょうに。こんなところにあなたがいて大丈夫なんですの。偽物の誤解は解いたし、あとはフィナンシェや優秀な部下たちがいるから大丈夫。それにネプテューヌたちと一緒に行ってこいって言ってくれたのはフィナンシェだから。いい侍従さんですね。ええ、最後まで私を信じてくれた自慢の侍従よ。もしかしてあの兄弟が寝返ったこと今でも根に持ってる。そこまで根に持ってはいないわ。あれは時間を稼いだり隙を作るための作戦だったみたいだし。けど案外胸の大きな人の側につくってのは本気だったりして。何か言った。いえ何も。あんたわざと地雷を踏みに行ってるでしょ。ちなみにあの兄弟はリーンボックスに移住することになりましたのよ。ネポ、それってまさかまさかの信仰対象をベールに変えたってこと？ベールを知ってしまったからにはもう私には使えたくても使えられないとよ。どうどうブダン、ここコンパの部屋だから落ち着いて。少々正確に難はありますが、能力は高い方々ですので、ランラン同様子飼いにさせていただいておりますわ。子飼いね。けどさ、それで大丈夫なの？向こうにはランランやイボワールがいますから、今はまだ不慣れでもきっと。いや、そういうことではなくて。この音、ランランですわね。
もしもし、私ですわ。大変なの、ベール様。あら、何か困ったことがありまして？実はあの二人がベール様の部屋に。私の部屋に？これがベール様が今までお過ごしになっていたという自室。兄ちゃん、この部屋とてもいい匂いがするよ。スーハースーハー。せっかくだ、私も思う存分ベール様の香りを吸っておこう。スーハースーハー。あなた何勝手に私の部屋に殿方を入れているのですか。出荷しますわよ。そんな、無理やり中に入ってきたのに。兄ちゃん、クローゼットの中にベール様の着替えがたくさん。なんとベール様はこのようなお召し物まで持っているというのか。弟よ、あそこに見えるのはベール様が毎日その身を横たえていたベッドではないか。ベッドですって。ランラン、早くその二人を止めて。あの、それは。いざベール様のベッドへダイブするのだ、弟よ。わかったよ、兄者。それポーンと。ピョインピョイン。兄者、このベッドすごくふかふかだね。ピョインピョインと。ああ、すごくふかふかで弾力のあるベッドだ。そして何よりこのシーツからほのかに香るベール様の香りといったら、なんともたまらん。アビ教官だ。弟よ、次はベール様のあれを探すぞ。そうだね、兄者。ベール様のあれといえばきっと。あれって何？豚だから難しいことわからないよ。簡単なことさ。男がレディーの部屋に来て探すものといえば、古今東西未来永劫まで決まって一つではないか。ネポ！ちょっと不届き者を葬りにリーンボックスに行ってまいりますわ。ベールさんが本気で怒ってるです。ベール様って普段はニコニコしてるけど、怒るとあんな風になるのね。その後、ベールが置いていった電話からはこの世のものとは思えない悲鳴が聞こえたのであった。何勝手にナレーション入れてるのよ。いや、なんとなくこの後のオチが見えたからつい。ああ、それよりもさ、ブラン、これからは一緒に冒険してくれるんだよね。まだルイがバタバタしているから、何度か帰らなければいけないかもしれないけど、今度は私にネプテューヌたちを手伝わせてほしい。ブラン、改めてよろしくね。うん、よろしく、ネプテューヌ。あ、そうだ、フィナンシェからあなたたちに渡すように預かっていたものがあるの。これ、あなたたちの探しているものでしょ。鍵のかけらです。マジェコンヌの部屋で見つけたそうよ。ルイーのも
もマジコンヌさんが持っていたなんて。ありがとうブラン。ブランのおかげでやっと3つ揃ったよ。いや、だからそれは私じゃなくてフィナンシェが。いいのいいの、私はブランにお礼を言いたいんだから。ネプテューヌ、あなた。さて、鍵のかけらも揃ったことだし、もしかしたらまた話が聞けるんじゃない？おお、恒例のイースンタイムだね。イースンタイム？ブランさんは初めてですよね。それなら実際にお話ししてみた方が早いです。行くよみんな、いでよイースーン。お久しぶりです皆さん。ブランさんは初めてですね。この人がイストワール？私は司書イストワールと申します。今は訳あって封印されているため、ネプテューヌさんたちに封印を解くために鍵のかけらを集めてもらっているのです。そう、初めてのことだらけで混乱しているようですね。 IF さん、コンパさん、後でブランさんに私のことを説明していただいてもよろしいですか？はいです。あれ、イースン、誰か一人忘れてないかな、かな。いえ、ネプテューヌさんにはその辺は期待していませんので。かーん、これまた辛辣なお言葉。けどぶっちゃけ私もイースンのことよく分かってないんだよね。だと思いました。さて、今回も時間がありません。皆さん、よくマジェコンヌを倒しルイを取り戻しましたね。あなた知っていたの？私は司書イストワール。この世界に刻まれし歴史は全て記録しています。じゃあ、私が昨日夜にプリンをつまみ食いしたのも？もちろんです。昨夜0時15分に IS さんのミルクプリンを。わーわーわー、ストップ！イースン、ストップ！へえ、道理で起きたら私のプリンがなかったわけだねえ、ネプコ。なんとなくだけど、あなたが分かったわ。それで、あなたは私たちに何を伝えたいの？マジェコンヌの目的についてです。彼女の目的は、あなた方、女神4人が持つ力を全て手に入れることです。コピーとはいえ、マジェコンヌはブランさんとベールさんの2人の力を手に入れてしまいました。よって、彼女が次に狙うのは、ネプテューヌさんか、ノワールさんです。これ以上、あいつに強くなられるのも厄介ね。この間のルイでの戦いで、彼女は深手を負っているはずなので、すぐに行動を起こすとは思えませんが、用心してください。わかりましたです。ネプネプは私たちが守るです。どうやらまた時間のようです。皆さん、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしますね。うん、任せて。となると当然ノワールが危ないわね。ノロさん、またラステーションに行ってみようよ。この間は少ししかいられなかったけど、のんびりしてればきっとまたノワールに会えるって。そうね。なら、ベール様が戻り次第向かいましょう。